ヤクルト新加入の島本博捕手が気持ち新たにキャンプインを迎える。初めての移籍でルーキーのような緊張感と話した。山田哲人内野手、中村優太や捕手ら侍ジャパンでのチームメイトもおり、この日は山田明とキャッチボール。その後はブルペンに足を運び、2年目の坂本の球を約20球受けた。一度は全員の投手を受けたいと思う。先入観がないので新しい気持ちで勉強したい。一生懸命やるだけですと話した。